道上龍道上龍は日本のレーシングドライバー。奈良県天理市出身。実家がカートショップを営み、ショップ創業者である父はフォーミュラカーレースへの参戦経験もある。レースに近しい家庭環境で幼少時よりカートレースに参戦し優秀なレーシングセンスを周囲に示すとともに結果も残した。実定も海外でのカート経験がある。 1991年にフォーミュラミラージュで四輪レースにデビューする。1993年は F4 を戦い、1994年にはナウモータースポーツから全日本 F3 選手権に参戦。この年の開幕戦で初優勝し、日常の名前を一躍有名にした。その後は N1 対9シリーズや全日本ツーリングカー選手権等に活躍の場を広げた。 特に1996年には、ホンダのツーリングカー開発のためのテストドライバーを務めることになり、一気に才能が開花し、ホンダ陣営の中心ドライバーとして育っていくことになった。1998年からは、ホームユラ日本や全日本 GT 選手権に参戦の舞台を移していき、2000年には、全日本 GT 選手権の GT500 クラスで未勝利ながら、 シリーズチャンピオンを獲得し、名実ともに、ホンダのエースドライバーとなった。順調にキャリアを重ねていた矢先の2002年、フォーミュラ日本第2戦で、大クラッシュし、腰椎を骨折するなどの大怪我を負った。しかし必死のリハビリの結果、驚異的な速さで回復。JGTC には、シーズン後半から復帰し、優勝している。 またこの時のクラッシュによりハンズの有効性を身をもって体験したことから日本のモータースポーツ界におけるハンズの普及にも積極的に取り組み、日常の呼びかけで多くのドライバーがハンズを装着するようになった。2005年はスーパー GT GT500 クラスに専念し、高田ドーム NSX のドライバーとして小暮隆志とコンビを組むが未勝利に終わった。翌2006年は 第2戦で優勝するなど、NSX 使いの本領を発揮し、シリーズ3位と検討した。またこの年は、フォーミュラ日本への復帰を果たすものをポイントに、終わっている。2007年は、スーパー GT に引き続き高田ドーム NSX で参戦し、シーズン序盤に、トラブルやアクシデントに見舞われ成績が振るわず、第7戦で優勝したもののシリーズ4位に終わっている。2008年は、 ライバルの対等もあり、シーズン序盤は波に乗れずにいたが、第5戦で優勝し、シリーズランキングトップに躍り出るも、その後、ハンディウェイトに苦しみ、結局シリーズ6位に終わった。2009年は、開幕戦で2位、第5戦で3位で、表彰台に上がるも、それ以上の結果が出せず、前年同様のシリーズ6位に終わった。開幕戦で、g t 参戦。 通算100戦目を迎えた2010年は、新規移転、中島レーシングに移籍して、ダンロップタイヤの開発も担った。なお、ホンダでは、マシン開発を行うなど、エース的存在だが、フォーミュラ日本では、未勝利である。しかし、伊藤大輔や小暮の台頭により、存在感が薄れている。また、 2004年及び2005年には以前からの念願であったルマン24時間レースへの参戦を果たしている。2014年はスーパー GT のシートを失いチーム無限のエグゼクティブアドバイザー兼第3、ドライバーとしてチームに帯同していたが7月に新たに自らのチームドラゴコースを設立。ホンダの協力を得て伊沢拓也をドライバーとして スーパーフォーミュラに参戦することになった。また、ニコニコ生放送の番組、脇坂敏一の言いたい放題の企画で、グランツーリスモ6をプレイした際に、脇坂敏一や元山明らがドライブする、コンセプトカーにひりきなトゥデーで果敢に勝負を仕掛けた、ことから、トゥデー、道上の意味を得た。ニュルブルクリンクでクラクションを鳴らしながら、トゥデーで攻める姿は、竜そのものであった。 2016年、世界ツーリングカー選手権、第9戦日本ラウンドでホンダから、スポット参戦。3年ぶりのレース復帰となる。2017年は、ホンダレーシングチーム JAS より WTCC に、フル参戦する。日本人の WTCC フル参戦は2011年の谷口幸ー以来。2018年からは、スーパー GT GT300 クラスに、 モーデューロケンウッド NSX GT3 のドライバーとして参戦している全日本 GT 選手権スーパー GT ありがとうございます。